どうもボルク派です。ここは鳥取県の倉吉駅、京都大阪方面から出ている特急スーパーハクト号の終着駅で、京阪神エリアで鉄道を利用している人なら聞いたことのある駅名なのではないでしょうか。今回はここから特急スーパーハクト号で京都まで乗ります。乗車するのは倉吉14時24分発特急スーパーハクト10号京都行き。鳥取まで山陰本線を走った後、因美線、智頭急行線で山間部を走り、瀬戸内海側の上郡へ。その後、山陽東海道本線で京都という経路をたどります。こちらは倉吉駅からの時刻表。左側が鳥取方面の時刻表で、倉吉駅には特急スーパーハクトの他にも山陰特急のスーパーオキ、スーパー松風の運行があります。倉吉から鳥取まではスーパーハクトも加わるため、特急の本数が多いです。こちらは智頭急行7000系特急スーパーハクト10号京都行き。多くの区間が JR 西日本となる特急スーパーハクト号ですが、全便において智頭急行所有のこちらの車両が使われます。先頭車両を見ると新幹線ほどではないですが、尖っている形をしていますね。この7000系は機動車の中でもトップクラスのスピードを誇っていて、前面の様子を見てもとても速そうな車両ですよね。さて車内へ入ります。この日は5両編成で、後ろ寄りの2両が自由席となっています。683系サンダーバードなどと同じような座席をしていますね。座席の色は茶色っぽいものとなっています。また、先頭車両運転室直後の座席については、前面展望がしやすい席となっています。京都行きは指定席の車両が一番前の席ですが、倉吉行きの時は自由席車両が一番前の席になるので、この前面展望席はかなり人気があります。また自由席車両でもコンセントの設備があるので、ビジネス利用でも安心ですね。14時24分倉吉を発車し、終点の京都到着は17時48分3時間24分の移動です。列車はこれから鳥取、高下、智頭急行線に入り、大原、佐用、上郡、ここから山陽東海道本線で東へ進み、姫路、明石、三宮、大阪、新大阪、終点の京都の順に停車していきます。特急スーパーハクトは機動車特急で貴重な時速 130km 運転をする列車となっており、床下からグオーンとうなりながらの高速運転は癖になります。そしてスーパーハクト10号は京都倉吉間特急スーパーハクトの中で最速列車となっており、3時間24分で結びます。どんどんとスピードを上げて山陰本線を爆走します。機動車最強クラスの走りをこれから見ていきます。
列車は倉吉から3時間24分、終点の京都に到着しています。山陰本線から始まり、山陰から山陽へ行き、京都まで走ってきました。因美線はローカル線なので、スピードは抑え気味でしたが、それ以外の区間はどこもひたすらスピードを出して爆走している感じでした。特に智頭急行線は山間部を突っ切る路線ですが、線形はしっかりしており、特急列車が思い切り走れるような路線でした。電車特急による時速 130km も楽しいですが、機動車特急の時速 130km はまた一味違う様子で迫力がありました。以上、最速スーパーハクト号の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。